最近使ってるんですけど、社会経済システムの次の時代のデザインをどういうふうにやるかっていうのを積極的に考えて、それに関する基本的な非常に基礎的な分析をやって、で非常に実際的な問題を解いて、新しい、まあ、言葉みたいなものを作っていく、言語みたいなものを作っていくっていうのが、まあ、うちの研究室の一応まあ、考え方です。ですから個別で見るとやってることは全然違います。今までの就労を見てもですね、趣味一貫してません。やることは何でもやります。ということは逆に言えば、君らの方でそういう社会経済の問題でこういう問題をやりたいっていうのを積極的に言ってくれれば、それに対するいろいろアドバイスをしながらやっていくことはやります。まあ、どんな問題でも一応君らがやればね、対応するくらいのことはします。経済、社会、組織ですね。まあ、経済学、社会学、まあ、組織利用、まあ、世界情報システムの設計も含めて、まあ、実際に私どんなことやってきたかっていうのを、まあ、少しあんまり今日はあんまり細かくは説明できないし、まあ、明日少しまた午前中に、特に M1 は参加してもらって、午前中僕が今回アメリカの会議でどんなことやってきたかみたいな話も含めて、少し研究室でやってるテーマを、まあ、我々自身の整理も含めてですね、まあ適当な形で話していこうと思うんですけど、で、ね、しゃべり時間をいろいろ考えないと、まああまり形式的に今日はプレゼンの準備してるわけじゃないから、逆にまあ君らにやってること自身も、君らが何をやってきたかって話、まあ、それは正確に言えば来週のゼミの時に細かく話してもらうんで、やってきた卒論の話とか、ただ何をやりたいかって話とか、それも含めてちょっと聞きながらですね、それと僕がやってきたことなのかとの関係を、まあ、少し自由な形で喋っていけたらというふうに思ってます。で、特にうちらの、まあ、研究室っていうか、まあ、これは僕らのところだけじゃなくて、木島先生も含めたシステムファミリーって呼ばれているような研究室の連携があります。井ノ原先生、木島先生、僕のところが一応中心になってますけれども、時々早稲田の高橋先生が加わったりとかですね、いわゆるシステム科学を日本でやっているグループが中心になった連携があります。で、システム科学っていうのは、まあ、それ自身非常に古い歴史がある学問ですけれども、特に僕らの場合には高原先生を中心とした、高原先生今もう引退されてですね、悠々自適で、最近は碁のシステム論とか言ってですね、こう打ってたり、時々声出てきてテニスをやってたりですねしますけども、高原先生っていうその先生のですね、まあ、スクールに僕らは属してました。で、高田先生の専門は一般システム理論、数理一般システム理論ってやつで、数学を使ってシステム一般の問題をやるっていう、そういうルールです。で、システム理論そのものはそうですね、まあ、ちょうど、まあ、これから仮説のゼミでやりますけれども、まあ、前世紀初頭、1900年代初頭に、まあ、ウィーンで起きたその論理実証主義っていう、まあ、そういうムーブメント、科学哲学のムーブメントの、そのちょうど反対側のところに、まあ、ある意味その似たような動きではあるんだけれども、その要素を分解せずに全体として複雑な生命現象みたいなものを見ていかなきゃならないっていう、ベルタ・ランクとかね、何人か その科学者を中心に起きたムーブメントと非常に深く結びついた形で発展した学問なんですけれども、ただまあどの学問の流れもそう簡単に一言では表せないみたいに、システム科学っていうのもいくつもの流れがあるんですよね。ただ雑白に言うと、1950ちょうど5年ぐらいだったかな、一般システム協会っていうのは出来上がって、複数のいろんな学問領域を横断的にその分析をしてですね、で学問を統一するみたいな、そういうまあほら話を吹いたグループがいてですね、それがまあ一般システム協会っていうのがあって、その流れを組む、まあ、一応その流れが今の現在のシステム理論っていうことに一応なってます。ただそれもまたいろいろあってですね、サイバーネティクス周辺でいうとウィーナー、みんなシーンと黙って聞いてる、さっきみたいにさ、分かんないことがあったら、こういうゼミっていうのは分かんないことがあったら質問した方が勝ちだからね、ベルタ・ランフィもどうせ君ら知らんだろうし、まあ、キーワードは覚えておいてググるって手もあるけど、そのくらいのやつだったらね、サイバーネティクスって言葉知っとんのか、
くふるふるふるっとこう首を振る方はまだいい方でみんなノーレスポンスだから、いちいち聞くのあるんだけど、しませんとかさ、ちょっとなるべくあの、言語化して出してほしい、はい、ノンバーバルなコミュニケーション、それはそれで結構なんですが、でサイバーエティクスをじゃ知っとんのか知っとらんのか、はい、でした、はい、そういう時代なんだよな。まあ、ちなみに聞きますけど、サイバーパンクは知ってる？知らない。まずい、ね、サイバーパンク SF はもう過去のものかよ。じゃあ攻殻機動隊は知ってる？知ってます。よし、よかった。基本的には攻殻機動隊の元ネタみたいなもんだよ。ウィリアム・ギブソンも知らないか、そうすると。あ、はい、すいません、攻殻機動隊知らない。はい、じゃあ、ガンブは漫画の。あ、すいません。ちょうど資料が来たから、あと、ついでのやつを、配ります。私のやってる仕事、他に、ね。もはや昭和のものの代理さんの方が。ギリギリ昭和ではないでも物心ついたら平成5年ぐらいでしょ。そうだよな、もうおじさんのいた頃はね、はい、ゴジラがいてねってそういう話だな、多分。はい、ガンダムでさ、怪しいところですから。ガンダム怪しいのか、ガンダム見てない、もう通ってないです。まあでもファーストガンダムはともかくとして、あとの方はあれでしょ、エヴァンゲリオンも危ないんでしょ。え、いや、エヴァンゲリオンは再放送、再放送とかそこでしょ、興味問題です。一応そういう意味では、自己紹介っていう意味で言うとですね、これ差し上げます。まあ回してください。あの、イメージと分かるんだね。カズタリ、私、まあ、私やってる仕事の中にこういうのも入ってましてですね、去年は、新潟漫画大賞の審査員やってました。で、コミックマーケットで講演会やってたり、コンテンツ産業って本出してたりしてます。ですので、あの、こっち方面は私、実は専門です。日本で有数の専門家です。もう、あまり面白くなかったらそっちに就職し直すだろうみたいな感じがあってね。はい。で、これは経済企画庁、まあ、旧経済企画庁関係のところでやった経済の論文です。私、2年前までは、内閣府の統計委員会っていうものを統計委員やってて、国の統計を作り直すという機関のね、13人の委員の一人でした。ですから、いわゆる五行学者をやっております、はい。で、まあ、ただし私の場合は大体毎回やるとそこでお座敷をしくじって言いたいことを言ってクビになるという方も多いんですが、まあこれは置いといても、で、まあそれ関係の社会のアーキテクチャデザインということで、はい、これもう食らってます。30番持ってるね、これ前持ってるね、はい、30番。あ、まあ、じゃあ同じだ、30、それ31番、はい、あるね。はい、君も、ま、もう同じだね、今持ってるね。はい、で、あとそうすると、これであと配るのは、ESP で配ったから、そうするとあとは、あ、これだな、経営ダイジェストの方だな。はい、これをじゃあ、はい、はい。多分、1名中そっちから回ってると思います。それから、国際公共経済学会のやつを、そして、これを、まあ、こんなもんだ、この辺ざらって見ると、僕やってることが分かると思うんで。あんまり時間ないかな。で、ああ、そうか、サイバーエティクスからサイバーパンクの話になったらおしまいだな。サイバーエティクス、ロバート・ウィーナー、そうか、そうそうそう。一応、このシステム科学、僕はその一般システム論の流れの人なんですけれども、システム科学そのものがね、一般システム論とは同じではないんだけど、ロバート・ウィーナーのサイバーエティクスとか、まあ、フォン・ノイマンとかね、そういうサイバーエティクス関係の人たちの流れの上にある、まあ、現代の制御理論ってやつも大体そうなんですけどね、まあ、ここでは動的をやるから必ずやると思うんですけど、制御理論っていう領域があって、ロボット設計したりとかシステム作ったりとか、あの宇宙船飛ばしたりとかですね、まあ、そういうような学問ですね、自動制御とかそういうような学問っていうのをあのシステム論の一つで、一番雑白な言い方をすると人工物の科学って言い方があるんでね、これはハーバート・ A ・サイモンっていう人が言い出したやつなんですけど、この人は組織、まあ、経済学のノーベル賞を取ってる人で、カーネギーメロンユニバーシティの、まあ、教授だった人ね、もう10年ぐらい前だから亡くなられたんですけどね、僕は最後のこれを会ったことがあるんで、ね、でそのハーバート・ A ・サイモンのところの、まあ、にいた、松田武彦先生っていうこの、
なんか学長だったことのある先生が組織論の方で、その方が、東工大に呼んできたのが高原先生っていう一般システムの先生、僕は高原先生の直接 の弟子筋ってことなんですけどね、松田先生の、まあ、あの授業も受けてるんで、まあ、松田高原家っていう形なんですけど、しかし組織理論とか、それから一般システム論、あるいはそのハーバード・エ・サイモン流のシステム理論の方をやってるんですが、その他に制御の方から来るそのシステム理論みたいなものをやってる先生とか、広い意味でのここはシステム理科学の現時点でいうとおそらく世界最大の拠点ですね。でその意味でシステム科学をやってる拠点というのは日本にはあのそれぞれの先生で1人2人いるのはありますが、拠点が存在するのは東工大だけです。東大にあるシステム創生学科っていうのはあれは原子力やってるところが名前変えただけです。ですから実際システム科学やってるあの学科が存在するのはまあ、ほぼここだけだと思っていいですね。現在でも世界と直結で仕事しているところ、世界の中でまあシステム科学っていうのはあの90年代ぐらいになってから、まあ、我々は割合さっき僕が何でもやってるって言ったんですけど、全体的に領域統合的に、つまりいろんな学問の境界関係なしにね問題を分析するっていう考え方そのものが前世紀末90年代ぐらい80年代90年代でいまいち流行ってなかったんですよね。っていうのはそういうサイバリティクスって学問が出てきたのは戦後1960年ぐらいに非常に大きくサイバリティクスってのが発展して、さっき言った一般システム協会ができたのは1953年5年それぐらいだったかな。で、サイバリティクスっていう、まあ、制御の一般理論ねが出来上がったのは1960年代で、カルマンフィルターとかああいうような状態のモデルなんかのやつもそうだし、フォン・ノイマンとかが活躍してたのもそのくらいの時代、僕は1955年生まれなんですけど、でまあ、その時代のサイバーエティクスあるいはそういうものの学問っていうのは、まあ、早い話がその人工のシステムを広い意味で研究する学問だったんですよ。でそれどういう意味かっていうと、その自然科学物理の法則を知るっていう学問っていうのはもちろんもっと古いよね歴史は。で、まあ、ニュートン以来というか、まあ、いろんな歴史はあるんだけど、で自然科学の法則っていうのは確定的なユニバーサル論、電磁気学の理論が分かれば電磁気学の法則から境界条件をいろいろつけていっていろんな問題が分かるっていう、そういうアプローチ。ところが人工物のデザインっていうのはそれとは違うんですよ。システムとしてロボットを組み上げるって話は物理法則が分かったからっつってできる話ではないよね。人工的なプラントを設計するにしてもね、いわゆる設計論なんですね。設計するためにシステムっていうものをどういうふうに捉えるべきか、状態空間をどういうふうに考えて、フィードバックって概念っていうのは実はそういう意味ではシステム科学にとっての最大の発見の一つなんですよ。フィードバックっていう言葉は大丈夫か、あんまりクリティカルな概念分かんない時にはさ、ちゃんと言えよ、本当に言わなかったら俺怒るで。アルゼミでやってる。そうですね、アルゼミでやった。あ、ごめんね、アルゼミの時は僕はあのピッツバーグでおりました。はい、哲学とエピステモロジー&なんだっけ EMS っていう、エピステモロジー・モデリング&シミュレーションっていう、そういうあの国際会議に私は参加してたんですけど、それを発表してたのは日本人は僕だけだったんです。で、認識論とモデル作成と、それから、まあ、シミュレーションに関する会議ってやつで、あの、ユニバーシティ・オブ・ピッツバーグの哲学科の連中と、それからシミュレーションとかやってる人たちが集まってやってた、まあ、ファーストっていうか、そういう特別な会議で。いたんで申し訳なかったんですが、そうサイバーティクスって概念、まあ、特にフィードバックって概念はよく挙げる例がこたつなんですね。こたつのサーモスタット、要するに恒常性っていう言葉あると思うんだけど、温度が要するに上がりすぎるとパチンと切れてスーッと下がっていって、温度が下がるとピチッと入ってまたこたつの温度が上がって、ある一定のところに保とうとするっていう、まあ、恒常性っていう言葉もあの使いますけど、そういうシステムっていうのは生命系にはあの欠かせないわけで、我々の体がそもそも体温を保つでしょ。で生きてるシステムっていうのはある一定のラインのところへ保とうとする性質があるんですよ。それは基本的にフィードバックコントロールって呼ばれてるもんなんだけども、フィードバックコントロールっていう概念そのものはですね、それはあの客観法則ではないんです。つまりどういう意味かっていうと、物理的に何か動いてるもの、体系があったときに、そこからどれがフィードバックかっていうのを抜き出すっていう客観的な法則っていうのは全く存在しない。
プロセスとしては物理系が動いてるだけ。それを我々が制御をするんだという目的でシステムを分解したときに、これをフィードバックとして付け加えることによってこういうふうにシステムは動くんだよっていう言い方できる。つまりフィードバック系の微分方程式をいくら書いたからといって、その微分方程式のこの部分がフィードバックであるということを決めることはできないんです。まあそういうのって自分でいじらねえと何を言ってるか分かんないってところあるんだけれども、まあもっと分かりやすく言うと、最近南アフリカでね、何百万年か前に天然の原子炉っていうのが動いてたっていうのが発見されたことがあるんですよ。結構有名なネタで去年授業で僕も使ってた。天然の原子炉っていうのは、まあ、今東海村じゃねえよ福島の非常にやばいことになってますけども、水っていうのは基本的に原則剤になるんで、原則剤に水が入ると福島のやつはホースを入れてる吸収剤になってるけど、水が入ると原子炉ってのは基本的に中性子がさ、要するに核反応が起こりやすくなってね。で、まあ、臨界状態に走って熱を出すわけですね。で、まあ、ウランが一定以上の濃度があればね。で、それでウラン反応が起きた、天然のそのウランがこう凝縮した場所で。で、それで反応が起きて、で、一定以上熱を出すと地下水脈がみんな蒸発してしまうんで、と水がなくなるんで反応が収まる。で、また、ゾロをしばらく経ってくると、これが何万年サイクルで起きるわけだよね。水が入ってきて、それでまた起きるっていう、反応が起きるっていう。天然の原子炉っていう、そういうのが何回も見つかってるんだけど、もちろんそれは原子炉じゃないよね。単なる自然現象だよね。で、ある現象を制御された人工物と見るか見ないかっていうのは、我々の方が設計する側の問題で、それを原子炉と呼ぶのは、現在我々が原子炉っていう人工物を作ってるから。それと同じ原理で動いてる。同じ原理で制御系が入ってるからだけど、起きてるのはフィードバックではなくて、単なる自然現象なんだよね、振動型のね。サーボスタットっていうのも現象面から見れば単なる振動型の現象が起きてるわけなんですよ。あるラインの周りをね、まあ、リミットサイクル、リミットサイクルって言うのかもないけどね、まずサイクル。そういうような現象を人工物の設計論として、数理的にモデル化するっていう、そういう方向で整理したのが、まあ、システム科学っていう言い方をしてもいいかもしれない。ですからシステム科学というのは随分その広範囲の問題を扱うわけです。数理的モデルから始まってね。で、もともとベルタ・ランフィンじゃなかった、1950何年代の一般システム協会の連中が複数の学問領域で同じことを繰り返しやるのは無駄だから、一つの統合的な考え方でそれを結びつけようみたいなことを考えたんだけど、まあ共通構造ってやつですよね。共通構造ってやつをどうやって見つけ出せるかって話なんですよ。ですから逆に言えば、いろんな学問で共通の構造があれば、学問観を投下していろんなものをやっても別に何も問題はないっていうのが、ある意味基本的に我々のスタンスであるわけで。まあ、かといって個別の領域のことを知らなければ何もできないっていうのがあるので、まあ、うちらの研究室のモットーっていうのは、徹底的に抽象的にやるというのと、徹底的に具体的にやると。で、具体的にやる方は私はフィールドワークをたくさんやる人なんで、まあ、去年まで、ずっと大島で新型インフルエンザのフィールドワークやってる、毎月大島に通ってましたし、今岡谷の方でも今年の2月にそのスワイチというそのイベントがあって、6市町村が集まるイベントがあって、それの調査に行ってですね、アンケートを取ったりヒアリングしたりとか、そういう調査もやってますし、まあ、他に人類学の調査とかいろんなものをやってます。そういうフィールドワーク的なもの、あ、そう去年の夏はコミックマーケット35周年記念、まあ、君らの中でコミックマーケット、コミケって知ってる人どれぐらい？おお、みんな知ってんじゃん。ああ、コミックマーケットに出店したことのある人どれぐらい？笑うんだよ、俺なんか初期知ってたの。ああ、そうかい。まあいいや。コミックマーケットの去年は35周年アンケートで、私は会場でアンケート取りながら、35周年記念アンケートお願いしますってやっておりました。まあ、そんな感じですから、そういうフィールドワーク的なものと、それから徹底的に抽象的な理論を結びつけるようなこともやります。ただしその時に理論を組み立てるってことはどういうことかっていうのを考える。理論を組み立てるには言葉がいるんです。で、言葉っていうのは雑白に言えばですね、まあ、私が尊敬する漫画言語ってのはとりあえず置いといて、普通の自然言語ね、それからもう一つ数理言語、数学ですね、それから新しい言語として今登場しつつあるのがシミュレーションです。シミュレーション言語っ
ていうのが、まあかなり古くからあるっちゃあるんだけど、本格的に使えるようになったのはやっぱり1980年90年過ぎてからっていう部分もあるんでね。でシミュレーション言語って今ですから、ものすごくその一般的な科学を語る言語として注目されてるので、シミュレーションでモデルを記述する、まあ、理論を作るっていうのはどういうことかっていうのを哲学的にもきちんと見ていこうっていうので、実はエピステモロジー、モデリング&シミュレーションっていう国際会議第1回のやつが開かれた。で今年の夏にもヨーロッパでも同じようなやつがあって、僕のところにも出せっていうのは来てるんだけども、これは口述入試の時と同じなんて私は言えないんですけどね。まあでもそういうような流れがようやく始まったところなんですよ。でそういうわけでうちの研究室、自然言語もやります、調査もやります、それから数学を使ったモデルもやります、でシミュレーションもやりますということで、まあ、そういう意味ではあの何をやるの OK は OK です。ただし一般的に君らが持ってるバックグラウンドから言うと、自然言語でやるのは結構厳しい。自然言語って舐めとると偉い目に遭うわけで、自然言語でモデルを作るってのは、まあ、結構大変なんですよ。で数学の方のやつっていうのは今ここには今日配ったりする中にはちょっとないけど、後でまあまた適当に渡しますけれども、自然言語でやるっていうのは概念構築の話なんでね。この ESP で書いたやつは、これは複雑系、これは僕はまだ京都大学の経済学研究科にいる時に書いたんですが、複雑系として見た経済学から見た経済政策ってやつで、これはプラットフォーム材の話とか、当時のインターネットがどういうふうにあの産業構造を変えるかっていう、そういう話をしてたんですね。何年か1999年か、まあそんなに来るかな、93年でアクセプタブルユースポリシーが取れて、インターネットが始まった時に、インターネットが産業構造をあのもう革新的に変えるって話をして、私中央 の審議会でですね、その話をしてボロックソにバカにされました。はい、93年のことになります。それからまあわずか、2003年2013年 20年ちょっとかね、世の中変わりましたよね。そういう意味で社会の次の時代の社会のアーキテクチャを考えるっていうのは我々にとって非常に大きなテーマなんですよ。99年の時点で僕が書いたものも何かでもうほとんど忘れてますが、まあ参考に読んでみてください。99年だからそんなもんじゃないじゃないですか。から同じようにして、これはまあ自然言語で書いてあるんですよね。この経営者ダイジェストってやつに書いてあるのは、これは僕が書いたんじゃなくて、僕の書いた本の内容をダイジェストしてくれた人がいてですね、それが僕が書いたより分かりやすく書いてあるんですね。これ新しい産業技術社会システムって本ですね。平成8年だから一体何年なんですか。これも90年代に書いたやつのはずなんで、でその書いた内容のをこれは要約したやつなんで、まあいい要約になってて、僕は中小企業の調査をずっとやってた人なんで、産業社会情報と組織間のネットワークでどういうふうに変わってくるかという話を書いてるんですね。まあこれ一番わかりやすいと思うんで、これもまあ読んでみてください。でこういうのは自然言語でのペーパーだよな。でもっと面白いのはこれ国際公共経済学会ってやつに書いたやつで、これはインターネットが入った直後ぐらいに書いたやつだ。そんなもっと後か、99年かな。これはやっぱりインターネットが入ってですね、これインターネットの時に、実はインターネットっていうのは導入までの間にものすごく大変な政治的なやり取りがあったんですよ。で当時インターネットっていうのはアメリカ政府もコントロール下に置こうとしたんだよね。でインターネットを作った人たちっていうのは絶対にコントロールされない、当時バーチャルカントリーみたいなそういうドメインを作ろうって話もあったくらいで、絶対に島を作らないと、全ての世界をその結びつけるようなネットワークを作るんだっていう話が、今インターネットっていうと TCPIP、 あ TCPIP って分かる？分かんないです。はい、つまりね、君らは社会へ出てこれから、まあ、君らこれまで勉強のための勉強をやってきた。でこれから先社会へ出て使える知識を使わなきゃいけない、ね、社会へ出て別にその就職してってばかりじゃなくて、現実に世の中に役に立つ価値を作る仕事をやっていくために知らなきゃならないことって世の中にたくさんあってさ、特にまあ情報技術なんかを学ぶにはもちろんその基礎から積んでいかなきゃならないから、 TCPIP だけ知ってたって世の中何も役に立たないんだけども、そうだな、その例えばジャスミン革命、ジャスミン革命って言葉聞いたことある？大丈夫だよな、ない、聞いたことない人って言われて、2月ぐらいに、はい、チュニジアからエジプトに至る
あの一連のフェイスブックとかを含めてね、政権 の、 あのアラブ世界とかね、あれを通してジャスミン革命って言うんですけどね、はい、まあ、あの要するに新しい情報技術がね、をベースに、まあ、政権に対する反政府デモをやって、政府が止めても止めてもインターネットは止まらないわけ。だからインターネットを決して止められないように設計したのは、ですから我々は、僕は直接やったわけじゃないけど、でも僕らもインターネットのカルチャーを作ったその端っこの方にいたからね、下っ端した感じに。東工大ってのはインターネット発祥の地の一つなんですよ。世界的に見てもイニシアチブを取ったと。日本の中ではあの一番最初にインターネットやった。だから僕らは学生時代に初めて UUCP プロトコルも知らないよな、はい、まあ、電子メールは分かるよね。電子メールを運ぶプロトコルで、昔はバケツリレーみたいにして次のサイト次のサイト次のサイトっていうふうにあの送ってったんですよ、 UUCP っつって。で初めてアメリカを横断して往復7時間ぐらいで電子メールがやり取りできる時代が来て、僕は学生の頃で、それで喜んで西海岸に友達とやり取りしたと思って、まだたった、ね、四半世紀前だよね。だからその頃に作ったインターネット、その頃はインターネット小文字で I って書いてインターネットって言ったのね。今はザ・インターネットって大文字で書くんで I の字で、小文字で書くインターネットの歴史を知ってる人が少なくなった。たった25年で歴史っていうのが失われるんです。小文字でインターネットの歴史が書かれた頃ってのは、インターネットっていうのは今のように TCP/IP っていう、まあ、ある種のプロトコルね、パケットの、そういうプロトコルの上に動いてたんではなくて、そのいろんなネットワークを結ぶ、まあ、そういうネットワークのネットワークだったんです。で、小文字のインターネットっていうのはファイドネットとかパソコンみたいな形のネットも含めて電子メールをやり取りするネットワークだったんですよ。世界中電子メールの網の目が覆って、世界の人たちが必ずコミュニケーションできる環境を作ろうっていう。で、その頃ネットワークっていうのは、まあ、いわゆるパソコン通信って言っても今あんまりわからないかもしれないけれども、PC 版とかね、それからニフティ、ニフティは最近まであったけど、個別のメーカーごとに電子メールがあって、そこに参加した同士、した人同士でしか、ね、電子メールができなかったんです。で、インターネットってのはインターネットでしょ。それ個別の島を、まあ、投下するようなネットワークとして設計されてるんですよ。ですから我々の方のキャッチフレーズってのはですから、全ての島はぶっ潰せってやつね。単独の島は許さない。で、そういう、まあ、目標を持ってインターネットってのは構築されたネットワークで、それがやがてTCP/IP っていうパケット通信の、まあ、プロトコルを元にして、今みたいにそのリアルタイムに接続できるようなネットワークにしました。で、その時にアメリカの西海岸の連中がどうやってお金を稼いだかっていうと、インターネットの歴史を見るとね、核戦争に役に立つように、その核戦争でも壊れないようなネットワークとして設計されたとか書いてあるね。あれは大嘘なの。どこが嘘かっていうと、あれはダーパーっていうアメリカの軍事のね、まあ、ダーパーのレベル0っていう、そういうあのスタイティフィックなやつにお金を出す、まあ、純粋に軍事じゃないんだけどね、そういうファンドがあるんで、ダーパーに応募して金を取るために作った作文なんですよ。アメリカのヒッピーみたいな連中、あれにしかないヒッピーみたいな連中がこうやってれば核戦争に勝てますねっつってやったやつ で、その頃我々が考えてたことっていうのは、みんなが考えてたことっていうのは、世界を一つに結ぶネットワーク、決して潰されないネットワーク、だからまあ当然核戦争でも潰れるわけだからね、ネットワークを作ろうという話で、それは同時に政府にも潰されんネットワークになるわけね。で、それが炸裂したのが25年経ってその仕掛けが炸裂した。つまり潰そうと思っても潰そうと思っても潰そうと思っても潰れないんです、どの経路から。でもその仕掛けってのは政治的なことばかりじゃないよね。今回の震災があった時にも最初に使えたネットワークがインターネット、携帯電話も結構危なくなる、ね、集中して、で普通の電話もつながらない、だけど電子メールが行くわけ、しかも携帯のじゃなくて、だツイッターを使って、最初の 4,5 日の間はツイッターを使ってうわーっと情報がいって、それをベースに整理するサイトが出来上がってみたいな形がどんどん出来上がって、まあ、自立分散って言葉があるんですけど、自立分散型のネットワークですよね。絶対潰れないようなネットワークを作ろうっていうのが、まあ、我々の理想だったんです。国にも支配されず、人々が情報通過、自由に情報をやり取りできるような社会を作るっていうね。で、そのメカニズムが25年経って政治的に炸裂して、どうやって潰そうとしても潰せないような形になったんですね、人々もそう。で、今、まあ、最初の頃は情報だけだったんですけど、最近はそういう意味ではコミュニケーションを結ぶネットワークになったということで、Facebook や、それからその Twitter みたいなものが効いてくる。
で去年 Google、まあ、Google っていうのは今そのコンピューターの中にあってコンピューターの覇権っていうのは最初の頃はハードウェア、その次はオペレーティングシステムね。で今オペレーティングシステムからその上のブラウザーに移ったでしょ。でブラウザーから今 Facebook の方に人々の滞在時間が大きいと移ろうとしてる。でそういう変化の中でそういう Facebook のようなシステム、あるいは Twitter のようなシステムが人々をコミュニケーションを媒介するような、コミュニケーションを通過させるネットワークですから、今地球の上を Facebook の、ね、友達関係で結んで地図を描いたりする。昔は電子メールが光の、まあ、ネットワークみたいに全ての地球を覆い尽くすっていう理想があったので、 Facebook の友達関係で地球の地図を描いたりする。面白いことにちょっと中国から来た人は悪いんだけれども、その暗黒大陸が2つだけ存在する地球の上、ロシアと中国、そこだけ真っ黒になって、 あとはどこには全部友達関係光の上、そういう時代に今なりつつある。で今みたいなことを考えようとするとどういう知識がいるか、コミュニケーション、社会、政治でしょ。でも技術のところは TCP/IP だったり情報技術だったりするよね。でしかも今僕はオペレーティングシステムからさらにその上の Google に行って、さらにその上のコミュニケーション、まあ、こういうのプラットフォームっていうんだよね。それマネージメントの変化ってのもで、プラットフォーム論ってのは僕は80年代にそれを始めた人ですから、日本で。そうです。経営の理論ね。で、そういう議論、それから、テクニカルな TCP/IP みたいなプロトコルがあるし、から社会の実際の問題、そういうものを一気通貫に見ることができなければ、世の中っていうのはきちんと見ていくことはできないんですよ。ですから、基礎的な学問というのを、僕らが総合的な学問が重要だって言ってるのは、ここの領域を透過しながら、現実の問題っていうのはどれかの領域に入らないよね。必ず。原子炉の問題だって原子核の専門家だけじゃわからないんですよ。社会の問題、安全性の問題、そういうのも、ね。複数の専門を透過して問題を解決する力をつけるっていうのが、まあ我々システム屋がよく言うセリフなんだけどね。そのためには、極めて簡単なトレーニングです。複数の専門をクロスして喋れる。全部じゃなくて当然いいよ。つまり複数の専門家の喋れる複数の専門を持つっていうことと、言葉、いろんな言葉を使えるようになる。だちょっと前だとバイリンガルとかいうたくさんの言語を喋れるってのがあったけどね。だから君らは数学が喋れて、ね、コンピューター言語、まあシミュレーション言語が喋れて、で自然言語の専門が2つぐらい喋れると、でコミュニケーション能力があれば、それはいろんな人たちと仕事ができるってことなんですよ。自分の専門以外の人、専門をメディエートすることを媒介することもできる。あ、そういう能力をつけてほしい。完全にこの専門だけで入ったら、その専門としてアドバイスを求められることはあっても、今起きている事態を理解する能力がなくなってくるわけですよ。今起きている事態を理解する能力っていうのはやっぱり専門を超えて問題を分析する力ってことになるので、どういう言葉を自分は使ってるのか、自分の使ってる言葉の限界は何なのか、その言葉を拡張するには何をしなければな、まあ、そういうのは方法論とも言うんだよね。ですから方法論を学ぶということと、複数の言葉を学ぶということと、実践的にそういうものを結びつける知識をつけるっていうことが、そういう領域で仕事をするっていうことの非常に重要なトレーニングになるわけです。ですから我々の研究室ではそういうものをトレーニングするっていうのを一番重く置いてます。まあ、一言で言うと、個別の知識なんか自分で勝手に勉強しろよってことだよね。まあ、一言でまあそういうもんなんですよ。個別知識っていうのは自分で勉強できるんです。まあもちろんいろんな意味でアドバイスしたりするのはやりますけどね。ただ総合的にその知識の使い方っていうのはある程度習わなきゃならない、ね、ただその時の習い方でも一番上質の習い方っていうのは、どうやって人の技術を盗むかを覚えるのが一番効率的なわけですから、なるべくこれからそうしようと思います。文科省の15時間とかですね、それからですね、シラバスを作ってとかPPT よってもうクソくらいだと思ってるわ、俺は。まあ、ちょっとはね、最近妥協してきたんですけどもね、まあ、資料作るのもらっておくと忘れなくて済むからいいんで、多少はやりますけれども、やっぱり一番上質の、まあ、人類のですね、学問の歴史はどれぐらいあるのか分かんないけど、3000年ぐらい遡るとですね、いつもやられてるのはね、やっぱりね、人の技術を盗む技術なんです。で見て分かるってのは、それはね、脳みそを使うやつからね、武道からね、みんな含めてそうです。ね、人の技術を見て盗むってのはやっぱり基本ですからね。その盗める技術を作ってください。ただし盗める技術を作るためには自分の中になきゃならないよね、そのある意味で型みたいなものがね。
でそれがあって初めてあそうかって特進が行くってやつになる。だからそのために実践的なねその場みたいなものはなるべく提供しようと思いますが、皆さんの場合直接プロジェクトに突っ込むと大抵の場合ひっくり返っちゃいますので、そこはあの自分のキャパを自分で理解してコントロールするってこともすごい重要で、あとまあこれはあまり世代論は言いたくはないんだけども、やっぱりあの今の世代の方は総じてあのデリケートなんです。いい意味でね、いい意味でも悪い意味でもね、あの漫画とかああいう作品なんか見てると僕らの世代って荒っぽくてね、あの、まあ、あの小説とか漫画とかああいうも SF とかで見る限りまあ今の世代のはいいもの作ってますよ、はっきり言って絶対レベルは高い。ただあの表出に関して自分の意見を述べたり表出のところに関して臆病な傾向が非常に強い。だからあのもっと大きく恥かいてください。あの恥かいても死にませんから。どうせ君らのやるような研究なんてのはもうあのおもちゃレベルだから我々全然あのまともなもんだと思ってません。あの唯一若いうちに勝負できるのは数学です。数学だけはですね、僕の先輩もですね、あのその先生の東大先生に向かってですね、お前俺の方ができるのになんでお前の言うこと聞かなきゃならないんだって言い放ってですね、今沖縄 あの琉球大の教授してるけどね、まあそういうことが言えるのは数学でですから、あの言いたかったら数学で頑張ってね、コリケツってね新しい数字作れば、そういうことは堂々言えますから。まあでもあとは多少ないとも経験がいるんで、やっぱ経験あるとね、あの無駄になく力使えますから。から君らはまだ踏んだって片肘張ってやって挙句の果てに何もできないってことが多いんで、とにかく書いてください。書いて書いて書いてモデルっていうのを作るんです。で毎回僕は研究室の人に言うんだけども、も作ってねえのが研究ノートなんだよね。コンピューターの上にあの作るのもいいです。僕はツイッターだけでですから数えたら、1年間にまあ大体原稿用紙、800から1000枚ぐらい書いてるね。あの無駄な話をね、まあ、このところあの原発絡みでとか災害絡みでツイッターに備忘録って書いたシリーズが大体結構400字詰めでもう200枚ぐらいになってんじゃないかな、うん、でコンピューターの上に書くのもいいんだけども、研究ノートするのを作ってください。研究ノート必ず必ず作ってください。絶対作れよ、来週以降見るからな。毎週研究ノートどうなってって見るからね、はい、で 僕でも今でも何冊も作ってます。まあ、これとは別にフィールドノートってのがあってね、四六時中ポケットから出してやるようなやつな、これがフィールドノート。こういうところにいろいろ、これもそうだよ、これは俺が、まあ、大きなこと言えないけど会議の最中とか内職してな、こういうのがコンピューターで仕事してて、あの脳みそっていうのは使い方によってはですね、会議で内職をしながら会議の議事録を書くくらいだったら人間トレーニングができますから。僕は堂々と大きな声で言えないけど表示会も含めてみんな内職してますけども、あの必ずあの議事録も同時に作って出すようなことやりますから文句は言わせない。でこれもまあ内職しながら作ったやつで、これはあのちょっと今やってるなんかスマートメーターの設計に関するんですよね。まあ、普段研究ノートとかもこの時は大きなノート広げてられなくて内職の声を書いてるんで、僕はね自分のエグザンプル作って計算事例を作りながら計算してるんです。こんなモデル作ったりこんなやって変な絵描いたりいろいろやってるよね。これはこの前の国際会議の時かな、メモだな。でこっちの研究ノートもこうやって見りゃいろいろ何を書いてるのかよくわかんない。ピッツバーグでやろうとしたやつとか、スライドの絵をこういうふうに書こうとしたやつとか、ああこれはリダクションという概念をこう説明するための絵を書いて、この言語仕様のやつをこういうふうにやってたとか、この絵を書いたりから、これは授業の計画を立てるやつもこうやって、まあいろいろこのやつやって、とにかく書くんだよ。ひたすら書くんだよ。これ脳みそが数学状態になると、これは全部数学で埋まってたりするんですけど、こうやって書い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 て、これが数理モデルですよ。やり始めてるな。こうやってこうやってこうやって。こういうのずーっと作るわけ。これがだから月に1冊ずつぐらい増えてくるわけです。とにかく書いてください。ね。そのじっくり脳みその中に出てきたら、ある日突然いいものが出てくるなと思ったら間違いだからね。とにかく書いて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 書きまくってください。そうしない限り絶対進歩しません。一歩でも前に行きたければ書くことです。で、あと思考パターンとしてはコンピューターの上で書くパターン、ノートで書くパターンとちょっと違うんで、
コンピューターの上で書くやつって割合ね、シーケンシャルにワープルとかで書き下すやつって思考パターンが割合シーケンシャルになりやすいよね。で、やっぱりノートってのはこう気合が入ってくると何ページにもあったってこっち戻ったらあっちしながら、もうずーっとこう非常に展開しながら書けるから。それ媒体によってやっぱり思考のパターンの展開の仕方って違ってくるんで、それを分かる程度にいろんなもので表現するやり方。人によってはイラスト系で書くのもやらないけどね。で、絶対に PPT だけ作ると人間バカになる。PPT ってのはバカ製造装置っていうのを今呼んでますから、もう分かったような気になる絵描くだけの、あの役に立たん。で、まあ一番シャープなのは数理モデル書いて定理定義証明定理定義証明って書いてくるやつなんで、去年の年末に私下痢を起こして引っかかってる時に、しょうがないから数学モデル2週間ぐらいみっちりやる機会があって、その時に名解いたモデルでな、竹中工務店の仕事のやつの一部のやつのモデル作っちゃって、それからそれをチーム仕事でやってシミュレーション組み立てて、で竹中工務店の人と、まあ僕一人じゃなくていろんな人たち組んで仕事をして、で現実の問題に応用して、240日かかるプロジェクトは200日にしまってね、今までそういう資料って現場で出たことのないような資料を作るっていうことに成功したんだよね。たった3ヶ月で我々現場で使えるものを作っていくっていうことをモットーにしてて、ソワーズっていうプログラム言語も基本的には感染症のね、シリアスな状況に対応するために作られたモデルなんですが、まあまだまだ実はこういう本当に難しい問題ってのはまだまだやらなきゃならないことがあって、そろそろ時間がなくなってきたんで早くまとめろよっていうのは顔がなんとなくして視線が来るんで、そうかもしれません。最近視線で分かるようになったからあと2分で締めるけれども、ですね、ですからそのやっぱり我々の研究室やろうとしていることは、世の中にソーシャルアーキテクチャーデザインって言って、世の中でいろいろ今後必要とされ、今後必ず世の中に組み込まれるであろうシステムね、その中には例えば情報系の人たちが作ってきたインターネットとかツイッターとかああいうようなプラットフォームもありますけど、我々はもう少しその世の中のいろいろなリスクとかシナリオとかいろんなものを解析できるようなツールを作って、そのための方法を作って、でそのための数理モデルを作っていくっていうことをやってます。ですから、まあ皆さんとにかく手を動かしてください。で、まあ、一応うちの技術工学系ですからシミュレーションが主でやりますけども、数理ももちろんできるならやってください。ただいずれにしろ手を動かさなきゃ何もならないっていう話ですので、でと同時にそのいろんな領域の言語とかいろんな領域のアプローチをですね、まあ、食い散らかしてもしょうがないんだけれども、まあ、ここは食い散らかすわけにはいかないくらいみっちり試験とかでトレーニングしてくれるはずなんで、まあ、基礎を固めると同時にそれを一体どういうふうに使うかってことをね、ちゃんと実践的に身につけてほしいんですよね。そうすれば世の中行って大抵のところでなんとかなります。まあ卒業生があるような会社の方が楽だっつってるってのはちょっとショックだけども、そんなことはないと思いますけどね。いや現場はもっと厳しいからね、もう大学の仕事とかやってたけども泣きながらやるからね現場は。よく官僚批判とかございますが、皆さん僕一緒にずーっと3年ぐらいですね、内閣で夕方6時から11時半ぐらいまで働いてました。よう働きますよ、本当に。世の中ってのはね、もうね、やらなきゃならなきゃ締め切りなんて概念ない世界いくらでもあるからね、本当に。はい、ですので、そういう意味では、ここはもう全然ぬるぬるの世界ですからね。まあ、時々多少厳しいのはあるかと思いますけれども、本当に厳しいことやってみたい人はいつでも声かけてください。地獄の現場っていくらでもやってますので、はい、そういうところのプロジェクト、ただし途中で逃げるなよ。きますけどね、はい、大変だよな。まあでも本当にケツカチューの仕事はね本当に大変ですので、まあ皆さんもまあでもとりあえず卒業しなきゃならないんで、その辺うまくバランスをとってですねやるようにしてください。ですからちゃんと予習復習、あんまり子供みたいなことでも今時言いたくないと思うんですけどもね、本当に舐めてかかるとひどい目に遭うからね、それだけはちゃんと用心してください。自分のできることできないこと、特にできないことが何かを分かるっていうのが大人になるってことですからね。要するにできることはできるんだ最初から、できないことが何かを分かって早いうちに手を打つ、人に聞く、ね、人に聞く、ね、人に聞くっていうのはポイントだからね。自分でできないことを自分で抱え込んでるうちは子供ですからね、はい、大人の世界ってのは人に聞いてちゃんと相談をして相互に連結をすると、1人よりは2人、2人よりは5人、5人よりは10人っていうのがその組織の力を出せるんです。組織で人間は仕事をしてきた生き物です。で組織になって人がチームを作れば1人や2人や3人バラバラで集まるのとは全く違う次元の仕事ができます。
それは我々プロジェクトをやってきて本当に痛感してます。あ、そういうこともできれば学んでほしいんですよ、ね、社会に出てから学ぶんで遅いことが多いからね。ではとりあえずこの辺でやめとけという最後のオーナーが出てるので、まあこの辺でやめておきますけど、とりあえずまず聞きたいことあったら今のうち何でも聞いてください。不安ですとかいうのも含めて古川さんは何か買おうとしたんですか。竹中のプロジェクトで彼はあの就労があるので、はい、だから彼は今そうプロのプロジェクトってのは終わると必ずさ業務報告じゃないけど書くんで、うん、全部書いて出してます。その辺はね、来るから俺から知れよ。ミーティングが終わるたびに議事録出しなさいと、うん、結構みんな顔出してるんですか。前もなんか稲垣さん、あ、稲垣君はあの、逆であの保健医療院、あなたにさえさお母さんあなたが知ってる。え、誰？稲垣さん。あ、稲垣さん。自分でデータ欲しくて、調査サイトに行ってデータもらったら。稲垣か。現実の方だってんで、すっかり稼ぐ。稲垣は、あの、あいつは、あの、好きなことをやりたいって言ったんだよ。好きなことをやりたいって言ったら SNS だって言ったんだよな。SNS だってデータも探してこいよって言ったんだよ。で、ギリギリまで探してこないと、ものすごい不安だったんだけど、最後に、あの、現実のデータ持ってきたんだ。で持ってきたんだけど分析手法がなかなかできてないんで、あいつは去年の末から4月にかけて地獄のようにここで集合論で定式化するやつをやりました。あ、もう本人にも悪夢だったりするけど私にとっても悪夢でした。あれはあのでも所詮あれは実プロジェクトの水準ではないですよ、うん、あれはもう単なる研究です。ですからまあその意味ではまあ終始やるやつってのは単なる研究になるのはもう僕らそうだと思ってるから、その、まあ、ある意味ではそれをやってもらってやるのも悪くないし、単なる研究であるとしてもある水準の研究までいけば論文ぐらいにはなるからね。だから逆に言えば全員が終わった段階で協調で学会誌に論文を出してもらうくらいのことはそのくらいの水準に持ってきたいというふうに我々は思ってる。修士で論文出せてればその後行ってもう一回戻ってきたくなって社会人ドクターになって論文出てるわけだから、当然やりやすいわけですからね。そのくらいの水準のところまで行きたいというふうに考えてる。でもそれは各人それぞれですから、その領域によってすごい論文出しやすい領域から難しい領域って領域によっていろいろあります。だから自分のチャレンジしたい領域によってそれはもう結果は違ってくるから、うんと難しい領域にチャレンジしてね少ししかできないっていうのもあるし、それはそれぞれ、それはもう領域特性があるから全然気にしてない、うん、で春日君に関して言えば金谷先生のところであれは実プロジェクトに限りなく近いです。あれはあの保健医療院のやつだからシャレになんないやつだからね、あの実際に救急車を搬送してそれはどうなるかってやつを分析して原因を確定して、でああいう問題の中にはだから当然セマンティックなバグみたいに入ってくるので、去年あの笠野君のやったやつの中で一番怖かったのはさ、データはなんかあんまり改善できてないみたいなやつ、見りゃこれ意味的におかしいだろ意味的にっていうのがあるね。で君らはまだそういうセマンティックなバグを取れるほどのなんていうか勘がついてないんだよね。シンタクティカルなバグって動かないからすぐ分かる。ちゃんと数値出てきたけどおかしい、どっかモデルがバグってるってのがあるんだよね。でもそれはおかしくないかおかしいかっていうのは経験がないと分かる。だってそれが出てきた結果だからちゃんとしたように見えてさ、でこういう結果ですって論文書いちゃうってことはよくあるんですよ。だけどそれを現実と考えてこれって論理的にどこがおかしいかっていうのを見ていくのがモデルのバグの取り方なんですよね。だからそういうところまであの現実の問題に近づいた問題をやるときには相当厳しく見る必要があるんで、結構厳しい。去年で言うと、まあ、一番春日君のが厳しかったので、保健医療院の方に君のやつを落とすわけではない。リアルな問題は。はい。金谷先生とかリアルな問題。で、ただし、我々こう、なるべくリアルな問題を、あの、っていうか、現実にたくさんやってるから、やっていきたいと思ってるが、人によって、あの、それに関して言えば、我々は、あの、諸君らの、一応、希望は優先します。ただし、希望にリアリティがない場合には優先しません。希望を言うんだったらそれなりにあのリアリティのあるプロポーザルを出してね、でそれであれば大抵のものは対応できるから、君らが問題してくれる問題だったら大抵のものは対応できるから、まあ、そこでプロとアマチュアの差をですね、まあ、思い知ってもらったな。本当は君ら若いんだからパワーがあればさ、おっさんなんかのあれよりもさもっといい仕事絶対できるはずなのよ、まあ、それを思い知らせる程度のですね、あの実力をつけてください。本当はこっちがそっちから吸収したいところなんだよ。おかしいな、昔なんか俺たち全部先生に教えた記憶があるぞとか思ってるんだけど、
まあ学問領域はね、細かくなりすぎたってのもあるんだろうけどね。さて、そんなもんかな。あと十何分だから。他に何か質問ある？では明日、一応、ちょっと10時にするか10時半にするか考えるけども、私3時にあそこで理事会があるんで、午前と午後でちょっとその辺、まあもう少し、研究室のガイダンス的に。明日、田町キャンパスの、田町キャンパスって1個しかないから、ビルが。それの7階に708っていう部屋があるんで、そこで10時半から。10時半か。708。708。建物一個しかないから、間違って高校の方に行くね。そう。ググりゃすぐ分かるから、うん、じゃあとりあえずその、もういかないのまずやな。L だよ、はい、どこでやる？集会室。あ、ここの下かい。いや、なんか丸っこい、多目的ホール。あ、はいはい、そうか。じゃあ行ってください。でとりあえず今日はここまで。はい、明日までに、まあ、資料も多少配ったし、まあいろいろ質問とかあったらまとめてきておいてください。はい。はい、あと研究のどんなことやりたいのかもちょっと聞くからさ。はい、やったことの整理は今度のゼミでもやるけどね。発表してもらうぞ。今やりたい内容とかそういうやつに対してもう一遍。一応口頭諮問で切ったはずなんだけど、もう一遍ね。はい。聞きたいと思います。ありがとうございます。ツイッターのアカウントない。